こんにちは。今回はですね、松本清、ドラッグストア松本清、松清ってありますよね。松本清さんの言葉ってのはあんまりピックアップされることがないんですけども、私が覚えてるのはね、こういうことなんですよ。貧乏人は安いものが好きだというふうに言われてたんですよね。じゃあ金持ちはどうなんですかって言ったら、金持ちか。いや、金持ちはもっと安いものが好きだよっていうふうに言ってましたね。だから金持ちになったんだっていうふうに言われてました。お金持ちのなり方も様々あるんですけども、やっぱりね、普通の人が安いと感じるものと、お金持ちになる人が安いと感じるものっていうのは、いろんな意味で違うんですよね。例えばね、3キュッパーの弁当が2キュッパーになった。これ安いですよね。ずっと398円で出していたお弁当の価値が290円になったわけですから、それは美味しく食べれるんだったら100円値引きでお弁当を買います。でも、ある金持ちはね、5000円のランチを、安いなと思って食べるわけなんですよ。5000円のランチ食べに行くと、そこには5000円のランチを食べに来た人が他の席にいるわけですよね。その席の中に、実は自分のよく知っていた会社の社長が食べに来てたらしいんですよ。それ有名なチェーン店の社長だったらしいですよね。で、そこで同じような席で食べていて、自分もこういう人たちとテーブル横並びで食べれるようになったんだなと思ったら、その5000円のランチ代っていうのがえらく安く感じたらしいんですよ。でも、これを3キュッパの弁当が2キュッパになったからといって買って帰って、お家や公園で食べていて、そんな気持ちになれただろうかっていうふうに私は考えたんですよね。そして、お金持ちになった人がよく言うことなんですけども、いや、お金が手に入ってね、なんか目標がなくなっちゃったと。お金があるんでやることなくなっちゃったっていう方がいるんですけども、じゃあいくらぐらいあなたは稼いでそんな気持ちになったのって言ったら、3億とか5億とか、場合によっては1億とかね。って言うんですよ。いや、その程度のお金でそんな気持ちになっちゃうって、自分の人生の価値は1億と差し替えちゃったんですかとかね。3億でそうなっちゃうんですか。5億程度でそんなにね、宙ぶらりになっちゃうんですかっていうふうな、問いかけもあったんですよね。そういうふうに見てみると、お金があったぐらいで人生が暇になったりとかね、頭ポカーンとなっちゃうっていう方もいると思いますけども、じゃあアラブの大富豪はどうなんですかと。いまだに面白いことを探したりとか、いろんなこと挑戦したりとか、ね、フェラーリを砂漠で走らして、面白くねえなと思ったらそのまま乗り捨てて帰ってきたりとかね。で、不動産事業に手掛けてみたりとか。で、私のね、知っているお金持ちで、ほとんど関わりがないんですけども、漫画好きな人がいるんですよ。で、お金はもう腐るほどあるんですけども、漫画を描いても描いても売れないんですよね。売れないし、最初は投稿してたんだけども、最近はもう投稿もしなくなったらしいです。公開もしてないらしいんですよ。ただ一人で自分という読者に向かって描いてるらしいんですよね。でも締め切りもないし、一日一コマ書かないっていう日もあるし、場合によっては、数ヶ月ペンを取らない時もあると。でも意識は自分はプロの漫画家だって言ってるんですよ。で、お金は全然別のところで作れちゃってるんで、どんどん入ってくるみたいなね。でも人生の意欲は失ってないらしいんですよね。だから様々ですよね、吉田さんね。お金を手にしてなんか抜け殻になっちゃったっていう人もいるかもしれませんけども、お金があっても全然ね、そんなお金の高に左右されずに自分を見失わない人もいたりとか、結局、自分が扱えるお金の金額の力量ってのがあるんでしょうね。だから、ポカーンとお金が入っちゃって、なんかね、戸惑う人もいれば、一時期目標を失う人もいれば、なんか別にあまり変わんない人もいてね。萩原健太郎ってどうですかね。金持ちになっても、貧乏だった時の気持ちを失わずに、昔の、なんかね、恵まれてない時の家に戻ってみたりとか、それから、綺麗なスーツを着て立派になっても、どっかに違和感を感じて、いや、これ俺の人生じゃないなと思って、全てをなげうってね、また一から始めて、こんなに小さい会社に収まって、そして生き生きとしてやっていたりとかね。やっぱ最終回、お金がないの最終回っていうのはいろいろ詰まっていたと思いますけども、やっぱり無理して金持ちになっても、あんまり自分の服のサイズに合わないっていうかね、なんか違和感あるんですよね。で、どんどん性格もギスギスしていって、周りの人には、もう本当に溝を開けられたりとかね、変わったというふうに思われたりとか、しまいには借金取りにまで、萩原さん、あんた変わりましたよねとか言われてねなんか役者の今井さんですけどもうお亡くなりになっちゃったんですけども、すごくいい役やってましたよね。うん、まあ、ああいうところとかね、うん、だから人っていうのはお金によって変わっちゃったりとかね、お金によって気づかされたりとかね、様々なんですよね。うん、萩原健太郎、いや懐かしいな。今回は松本清さんのお話を単にお話しさせてもらいましたけども、お金持ちはもっと安いものが好き。このもっと安いものっていうのは単なる金額の安いものなのか、それとも金額と価値相対的に安いと感じさせるものなのか、ここに大きな違いがあるのかなと思いますよね。私たちは金額だけ見て安い高いと言いますけども、1000円でも高いものがあり100万円でも安いものがあるって、この感覚なんでしょうねきっとね。いってらっしゃい。